い、皆さんお疲れ様です、今日はですね、ヘッドライトについてね、いくつかね、皆さんにお願いしたいことがありましてね、ちょっとこういう形で動画にさせていただいています、先日ですけど、積み込みのね、倉庫の方に行った時、まあ今ちょっと同じ倉庫ですね、今出発して別のところに向かってるんですけど、まあ前にもちょっとお会いしたことある方でね、あのトレーラー乗ってる方なんですけど、実はね、話してたら、伊藤さん、実はトンネルでね、あのヘッドライトつけない人がいるから、まあ、そこについてね、ちょっと話してほしいなって言われたんでね、ちょっと今日動画にしてます。まあそんな感じでね、ちょっといろいろお話をしていきますんで、よろしくお願いします。はい、皆さん、トンネルの中でヘッドライトをつけてます？まず、自分はもう一切つけないよって人。それからあとポジションランプね、あのヘッドライトまで行かないようにポジションランプにする人で、ヘッドライトまでつける人、まあ、いらっしゃると思うんですけど、ヘッドライトをつけてください。なぜかというと、まあここちょっとねあれですけど、まあ左側なんか高速道路だとスピード乗らないから左側走ってますよね。そうすると右側から左側走ってるとこ、要は追い越し車線で、真っ暗な中、ヘッドライトつけないとブワーッと抜けてくるってびっくりするんですよね。うわっと思うんですよね、うん、で基本的にやっぱねつけないと見づらいんで、ヘッドライトをつける習慣をつけてほしいっていうか、つけなきゃダメなんです。透過をしなきゃいけないことになるんですよね。ヘッドライトをつけてください。で最近はね、あのオプティトロンメーターといって、ね、もうメーターパネル自身がね、あの光を発光するもの、まあ昼でも夜でもこう明るいやつ、まあ、自分の乗車なんかが今ついてるのもそうなんですけど、それとかあとはまあね、あのデジタルメーターね、のやつもやっぱりこう明るいですね。まあ最近なんか液晶なんか使ったものなんかありますから、どうしてもバックライトで明るくなってるんですけど、でまあ気づきにくいところもあるんですけど、やっぱりね、見つけるのが遅くなって危険なのとちょっとまあびっくりするっていうのがあるんでね、ヘッドライトをつけるようにしてください、というかつけてくださいっていう。でね、最近だとね、あのオートライト、自動的に周りが暗くなったらヘッドライトつくよと、でトンネル出たらねヘッドライト消えるよなんてものもありますから、ぜひねそういうのも、活用してください。つけ忘れとかするとなくなりますからね。まあ正直なこと言うと、トラックでこれ1000万も2000万もすることについてないからね、一番新しいやつは別かな、今のこの自分の手はついてないんでね、つけて欲しかったなぁなんて、ね、内心思うんですけど、まあそんな感じでね、確認が遅くなるんでね、ヘッドライトつけてください。やっぱりね、ヘッドライトついてるとやっぱりこう後方でも分かりますからね、ドキッとするようなことがないんで、やっぱりね、あと後ろこうなんて言ったのかな、前無灯火で走ってる車、後ろ走ってやっぱ怖いんですよ。おー、びっくりした、出てきたみたいな感じになりますからね。なんでちょっとね、ヘッドライトを意識してください、トンネルの中でね。あとヘッドライトについてもう一点、今みたいにこうやって夕暮れ時になってきますと、もうこの状態でもう今自分ポジションつけてますからね、うん、もうちょっと暗くなったらもうヘッドライトつけちゃいますね。まあ前方は見えるんですけど、まあ、後方ね、分かりやすくするように早めにヘッドライトをオンしてね、こういうところでも見やすくするためにね、ヘッドライトも夕暮れ時もこれぐらいの時間もう十分ヘッドライトつけていいと思います。明るく、まあこれからどんどんぐーっと暗くなってきますからね、もうこれぐらいのもう明るさ、時間的に言うとそうですね、夏場と冬場でちょっと違いますけど、やっぱりでも冬場でも4時そこいらで、今5時ちょっと前ぐらいかな、あ5時や6時ちょっと前ぐらいかね、これぐらいの時間にはもうヘッドライトもつけ出すみたいな感じでね、習慣つけてもらえると周りに分かってもらいやすくなるんですよね。でオートバイよく走ってますね、オートバイね、オートバイなんかがなんでヘッドライト、あれ昔のオートバイってねつかなかったんですよ、エンジンかけても。今のオートバイもエンジンかけても自動的にヘッドライトつくようになってますんで、要はね車の陰からパッと出てきたりなんかしたりするときに早く見つけるためにヘッドライトをね、もう自動でつくように、エンジンかかったら自動でつくようになってますね。なのでね、もうヘッドライトつけて走ればやっぱり視認性が良くなるのが
ありますからね。ヘッドライトをつける習慣をつけてください。夕暮れ時、それからトンネルの中、早めにつけてもらえると助かります。なんで、ね、意識してください。今ちょっと先から見えるかな、バイク来たけど、バイク自転車か。バイク、自転車があれば。あ、バイク来ましたね、バイクね。ああいう感じでもうついてますから、あの状態でも最初からついてますから、バイクね。まあ、自転車もね、つけてた方が自分はいいと思いますけどね、昼ね。ああ、走ってる自転車。それだけ全然違いますけどね。ヘッドライトをつける習慣をつけてください。まあ、あとはね、まあ、デイライトなんてついてますけどね。ああ、今のトラックについてる。ああ、青いやつ。ね、デイライトなんかついてるし。あとはもう、今の車だと、新しい車だともう、LED のチューブかなんか入ってね、もう、通常でも LED の、ああ、あれそうかな。今、右側2台ぐらいいますよね。ああいう感じでね、もうね、LED も最初からついてるんですけど、まあでも、まあこれぐらいの時間になったらもう完全にもうヘッドライトポジションくね、あ、ポジション、まあホグ、まあヘッドライトつけた方がね、いいと思いますんでね、ヘッドライトつけるようにしてください。全然これだけで、薄暗くなってくるとね、だんだんこう、なんて言ったのかな、視界が効かなくて見づらくなってきますからね、うん、早めに分かってもらう事故を出すために、ヘッドライトつける、ちょっとね、みんな習慣をつけてほしいんですよね。まあ昼もねつけた方がいいとは思うんですけど、まあ、トラック会社によってはついてますよね。でまあヘッドライトについてはね、今の車って消し忘れ、エンジン切ると自分の車だとピーってなるとか、あとこのトラックなんかはそうなんですけど、もうキーを切るとヘッドライトも自動的に切れるようになってるんですね。まあそんな感じなんで、ね、ヘッドライト早めにつけて視認性良くなって事故もトラブルを減らせますからね、そういう風にしてください。あとね、雨の日もヘッドライトつけてください。あ、もうパトカーなのよ、つけてますね、もうね雨の日は、ちょっとね、小雨でもちょっと薄暗いなってことも、すぐつけちゃってください。結構見えないです、あれ水しぶきなんか立ってるとね、見えないんで、雨の日もね、ヘッドライトをつけるようにしてください。まあトンネルの中、夕暮れ時、それからあと雨の日、ね、この3つはね、それと雨つけてね、まあ、必要であればもう昼でもつける、ね、つけてね、自分の、まあ、ここにいるよっていうアピールじゃないですけど、事故を減らすためのね、アピールしてほしいと思います。逆にね、一つね、ちょっと困ったものがありまして、前、雨の日の話が出ましたけど、あと夜ですね、バックホグ、あれは、申し訳ないですけど、本当に天候が悪い時とか霧がかかってどうしようもない時しかスイッチ入れないようにしてください。あれ後ろ結構眩しいんですよ。あれ本来ヨーロッパの車がね、霧が深いって言うんで標準装備になってる、標準なのかな、うん、まあ、ヨーロッパの車からね発生したものですけど、まあ、本当に霧の深いところだと本当に分かりやすい、遠目で分かりますけど、通常の状態だとね、結構ね、光強いんで、まあ、夜になる、まあ、これぐらいの時間から夜にかけて、結構後ろ足で眩しく、ね、目なんかにこう、まあ、刺さるような感じでね、光きますんで、バックフォグについては、もう、基本的に天候が悪い時と、霧がすごいかかってる時には使わないでください。あれは逆に迷惑になりますからね、ちょっとそこも考えてほしいなと思います。で、あとはもう一点。ハイビーム最近多いんですよね。ハイビームで気づかず走ってる人、ハイビームの使い方もちょっとねあれなんですけど、かえってね、なんて言ったら地方の方の方がねハイビームの使い方うまいです。皆さん要は車のいないとこ、あ、今ちょっとトンネル入りますね。トンネルもちょっとね、まあトンネルなくてこうやってちょっと今どうだこういう感じで、ちょっと話逸れちゃいましたけど、トンネルなく入ると、まあ、昼でも夜でもこんな感じですよね。で今前のトラックね、4号車がついてますから、こうやって分かりますけど、これ切ったまんまちょっと分からないですからね。今左側のミラーも見てるんですけど、これつけてない車は本当にギリギリまで分かんないんで、トンネルの中にヘッドライトつけるようにしてくださいね、うん、できればもうポジションじゃなくて全焼灯の状態にしてね、走った方がいいかな。ちょっと話が逸れちゃって、ハイビームの話ですよね。
ハイビームに関しては、車がいないところはハイビームです。対向車いないところ、対向車が来たらヘッドライト落としてくださいね。現行するっていうのは一応まあ道交法上には書いてないので、一応マナーなんですね。目に入っちゃうんでね、眩しいんで、であーってこうくらんじゃう時もありますから、ちゃんとあのメーターパネル見ればちゃんとハイビームかどうか出てますよね。青いランプつきますよね、ハイビームとかね。だからあのつけて、あのつけっぱなしの人は多分メーター見てないのかななんて内心思うんですけど、ちゃんとメーター見て対向車来たらハイビーム落とす。逆に路地なんか走っていて車がいないところ、人が飛び出しなんかこうしそうなところもハイビームにしてください。それ構わないんでね、そうすると全然違いますから、ハイビームをうまく活用してください。必要ないところは落とす、で対向車いないようなところでは上向きにする、ね、そうすると全然ね、あの視界の見え方全然近ってくるし、あとはあのハイビームにしてると、例えば変な話こう脇から路地から出てくる、あ車来たなっていうのが路地からこう出ようとした車も分かりますからね。なのでね、あのハイビームあのうまく使ってください、まあ、ヘッドライト一つでもね、あのいろいろこう使い方があるんですけど、まあ、あとあれですね、あのトラック同士なんかでよくやるのは、例えばこうね、道を譲るとき、高速道路なんかでね、どうしてもね、あの追い越し車線、走行車線、それからあと、まあ、一番左側の車線ね、ありますけど、一番左の車線走りますけど、自分なんかもね、どうしてもね、前が自分よりほんの少し遅い車がいる、どうしてもね、あの避けるのに右が出るときあるから、そういうときね、後ろから来たトラックがパッとヘッドライト消してくれたりとか、あとはゴールでパッとヘッドライト消してくれると、こうスッと入ってハザード出して、またヘッドライトつけるみたいな、そんな合図もありますけどね、そういうのも含めてね、あのうまくヘッドライトを活用すると、コミュニケーションも取れますし、あとは自分の存在を教えることにもなりますし、安全運転につながりますから、ヘッドライトね、意識してうまく使ってください。まあちょっとね、ヘッドライトにまつわる話をちょっとまとまりつかないんだけど、いっぱいね、ちょっとあるんで、お話しさせていただきました。まあね、ちょっとね、あの視聴者さんからね、ヘッドライトを水戸さん、話して、皆さんに広めてくださいよって、まあね、プロドライバーの方なんですけどね、まあそんなこと言ってらっしゃったんでね、ちょっと今日はこういう形で動画にしてみました。まああとはね、交差点なんか止まるときに、こっちは坂道、今ちょっと坂になってますよね。で、こう、どうしても上向きになっちゃいます。そう、ハイビームもう一個そうだった。あと高速道路、対向車線いなくてハイビームにしたのはいいんですけど、対向車見たら下げてください。あれね、結構ね、トラックに刺さってくるんですよ、ハイビーム。ね、そうなんで、まあそこも含めて、ちょっとね、ハイビームうまく、ハイビームじゃねえ、ヘッドライトうまく使ってください。コミュニケーションね、道を譲るとかそういうコミュニケーションも使えますので、ね、ぜひよろしくお願いします。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方、動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、こういう夕暮れ時とかね、あと、まあ、ここなんかもちょっと街灯少ないところなんでね、ちょっと見えづらくなってくるんでね、あとは、日差し、夕方だとこうね、夕日とか差してきますんで、ヘッドライトついてると自分でこうアピールできるんでね、事故を防ぐ上でもね、まあ、バイクなんかもやってますけど、まあね、ついにつけてバイク行きましたけど、まあね、自分の位置をアピールする意味も含めてね、ヘッドライトをうまく活用してください。はい、じゃあこの後運転される方、安全運転でよろしくお願いします。それではお疲れ様です。